いただき、ふるさと、どんぶり、田川。石炭産業で栄えた田川市で、2004年から生産が始まっている赤ダイヤ、黄ダイヤが、このビニールハウスにあるということなんですが。お邪魔します。あ、作業ちょうどやられてましたね。はい。出た出た。赤黄色のダイヤっていうのが、もうここに、ありますよ。ダイヤの正体はなんとパプリカ。ピュアパプリカという名前で田川市の地域ブランドにしようと取り組んでいる最中なんです。生産者の荒牧忠勝さん、17年前から栽培を始めました。どうしてまたパプリカを？田川に農産物で特別な作物がないから、市の農政課からパプリカを作ってみらんかねということで話があって、それで思い立ったんです。パプリカ食べたことありました？全然パプリカ中名前も知りませんでした。それにしても、なぜパプリカを地域ブランドにしようとしたのでしょうか？国内の生産が少なくて将来の需要が見込めるであろうということで、パプリカを選定したということでございます。有機栽培にこだわり、たった一人で作業している荒牧さんには強力な助っ人がいるんです。おお、これがまたかっこいいな。この足が悪いけね、うん、もう自分仕様にこう使いやすいようにカスタマイズしてるとこがいいですよね。うまいこと言ってきました。荒牧さんが手塩にかけたパプリカ、生でいただきます。生で、肉厚でシャキシャキしてるのと、フルーツのような爽やかなちょっとした酸味みたいなのがありますね。今地元の就農希望者もパプリカ栽培の研修の真っ最中。周辺の道の駅やスーパーに出荷できるほどの生産量になっていて、今急成長の食材なんです。さあ、このパプリカを丼にしていただきたいということで、普段から食材としてパプリカを使っているというこちらのレストランにお願いすることにしました。ベルセゾン中村、はい、フレンチです。ゴージャスなお店。すいません、パプリカを使って丼を作っていただけないかな。いや、そのまたこの器でしょ。そうなんですよ。フレンチなんですよ。そうですよね。もし深いんであれば蓋の方でもいいですけどね。いや、量的にやっぱこれでチャレンジ精神旺盛ですから、よろしくお願いします。田川のために。ありがとうございます。白石シェフ、ありがとうございます。用意してもらったのはパプリカにプリプリのシーフード。まずはパプリカをミキサーに。パプリカをジュースにするなんて聞いたことないですよね。ジュースに、うわー、すげー、クリーミーな感じに。うわー、炊飯釜にお米と玉ねぎ、バター、塩コショウを入れ、先ほどのパプリカのジュースを入れて炊くんです。どんなご飯になるんでしょう。さらに、当店はですね、シーフードカレーっていう形で、昔からすごく有名なんで、それに今回は田川というイメージで黒いカレーにちょっと仕上げてみようかなと。確かに田川は黒ダイヤから始まってますもんね。パプリカやシーフードを素揚げしていると、パプリカご飯が炊き上がりました。おー、見てください、色ケチャップライスみたいな。さあ、どんな丼になるんでしょうか。実食です。オープン。わ、すっごー、田川イメージできてます。フレンチと見事に融合しました海鮮パプリカボールです。どうですか皆さん、
いやーすごいちゃんと、ね、ちょっとやっぱり食べてみたい、うんうん、味が気になりますね。中がですね、赤色になってますので、こうカレーソースと一緒にこう召し上がっていただいたら、このツラツはすごく、この色使いはすごくないですか。すごいよね。パプリカジュースで炊き上げたこのご飯にしっかりとパプリカの香りが入ってるんですよ。あとはね、黒いカレーが文句なし。ちょっと酸味があってオーソドックスなんですけども、軽く召し上がれるっていう感じで、今までの伝統を守ってますので。どうですか、丼に盛り付けたご気持ちというのは。ドキドキしますね。